東道滝の駐車場にやってきました。今日は5台ぐらいしか止まってないのでラッキーでした。駐車場には大きく東道滝という道しるべがあって、階段を降りたところにはトイレのある野生鳥獣センターがあります。森吉と流木で書かれていました。かわいらしい、すぐに整備された歩道に入ってきます。あ、森がすごい綺麗だな。まずは川を渡ります。ちょっと滑りやすいので気をつけたいと思います。よいしょよいしょ。水がめちゃくちゃ綺麗。水を触ってみたい。あーなんか底の方まで手入れるとめっちゃ冷たい。あーブナの林が気持ちいい。紅葉はもうちょっとかな。分かれ道に来たんですが、この看板はこっちの方向、この看板はこっちの方向なんですが、後の看板を信じて進んでいきます。ちょっとあいにくの曇り空だったんですが、青空が少し出てきました。晴れるといいな。看板を発見いたしまして、橋を渡ってきます。橋から見える川がとても綺麗です。やばいぞ。鉄板の橋を渡ってきます。なんかいい感じのこれ階段だな。毛がついてなかなかいい感じ。木道にも苔がついてなんかいい感じです。朝露が綺麗です。キラキラっとしてます。トリカブト事件のトリカブトを発見しました。殺人事件起こんないようにしないと。ずっと木陰を歩いてるんで気持ちいいね。水がきれい。紅葉もうちょっとかな。これ色が変わり始めてるね。ちょっと寄り道に川へ降りてきました。わあ綺麗だね。階段のあたりだいぶ紅葉が進んできておりますね。よいしょ。もうちょっとかな。やっぱり情報通り色づき始めだったもんね。綺麗な感じになってきました。あと 500m。 あー可愛いねここ。感じで川沿いを歩けます。あー大人が綺麗。あこれなんかブログかなんか見た時のフィールドアスレチックっぽいやつだ。さあ行くぞー。よいしょ。
陽気な妻がつるっと行かないでよ大文字そうです。久しぶり。インドは開いてないです。残念。あー綺麗、まあ、ちょっと早いけど綺麗だな。青空とこの色がいい感じ。これ綺麗だな。歩いたら楽しそうだったんで、沢登りもどきみたいなことをしております。わあすげえのんびり歩いて1時間半ほどで目の前に東道滝現れました。ビデオより大きく感じて迫力のある滝です。パーコレーターを使って今日はコーヒーを入れたいと思います。今まずお湯を沸かしております。で、うちは一生懸命豆をひいております。なったら飲み頃で出そうです。なんか48分コーヒーを滝とともにいただきます。ウインナーとこれもウインナー。こちらはサーモンのホットサンド、これをランチにコーヒーいただきました。ランチを食べコーヒーを飲んだり1時間以上この滝のところでのんびりしてしまいました。水もきれいで風景もよく、それほど寒くもなく、最高の時間を過ごすことができました。ぜひ森吉さん北部にある東道滝、皆さんも行ってみてください。